ちょっと、ディフェンス抜くときに、ディフェンスの人を抜く方法は、もうみんな大体知ってるな。一番簡単なのは、ダーッとスピードで抜くことな。スピードに乗って、この人止まってるから。だからスピード乗ってる、走ってる人の方が有利です。なので、右へ抜くぞーって右に抜くんか、どうすんやったっけ。ペイントな。右に来たら、左に抜くよって、これだけで十分だよっていう話したな。十分やねんけど、もうちょっと攻める人はできるだけこの人は一生懸命コーチとリングの間に入ってついてこようとしてなあかんから、じゃあ抜かれるからな。ちょっとでも違う動きをして不安にさせる。こうやってまっすぐ真面目に走っていって、右行きますよ、やっぱりやめるふりしてまだ行きますよって、クソ真面目にやってたらついてくるな。何もフェイントでも、フェイントはどれだけこの人騙せるかやから、どれだけ上手な嘘つきになれるかやで。いい？何個で嘘ついたらあかんけど、バスケットは嘘つきを上手にできる人な。嘘つきというか、まあこの遊びの騙し合いなので、それは楽しんでいいです、コートの中は。ただ例えばこんなコーチだったら、うーん、右に行くか左か分からなくて、うーらって言って右左に揺さぶったり、それからスキップ今からやりますけど、どっち行こうかな、はい、後ろ打つよみたいな、何にしようかな、横にずれようかな、やめようかな、ほら抜いちゃうの、いろいろ相手を動かされるの嫌です、ディフェンス人なので。左右とかちっちゃい左右に揺らしたり、大きく左右にずれたりで、前後にずれたり飛んだりっていうのをして、上手に抜けるようになったらもっと上手くなるんで、その練習をしています。いいですか、というのは頭に入れとかんとな。なんでスキップせなあかんねん思ってたら生きてけえへんのでね。また動画でも、マイケル・ジョーダン知ってる人、はい、はい、マイケル・ジョーダンの見た、マイケル・ジョーダンこうやってやってるの、こうやってカバーって言って抜いていったりするのがありますよ。世界でね、一番上手いって言われてたバスケットの神様って言われてる人もね、そういうスキップとか使いますから、やっていきましょう。いいですか、はい、OK。 じゃあ最初右です、向こうはね、今の強く突きながら